どうも皆さんこんにちは、キヨキヨです。はい、こちらのね編成見てくださいよ。バルキリー20、そしてミニドラゴン8、この編成強いんじゃねと思って早速組んでみました。このですね、まあその編成のコンセプトとしては、まあベビードラゴンでめっちゃサイドカットして中心部にバルキリーで思いっきり突っ込むっていう、そういう、編成でございます。でバルキリーウォールブレイカーとか持っていくのは嫌なんで、あのジャンプとクエイクでとりあえず中心部に突っ込ませるっていうね、編成でございます。早速行きたいと思います。いやこれ結構いいと思うんですけどね、個人的に。どうですかね、まあ理にかなってるとは思うんですよ。サイドカットしてバルキリーで、そのバルキリーってやっぱ中心部にその送り込ませるっていうのが重要なので。おっと、しかしね、ちょっと嫌な点が一つありまして、やっぱ対空なんですよベビードラゴンって。この対空がちょっと響いてくるのかなとは思ったりもしますよね、やっぱり。はい、さあ出ました。おっと、やっぱり対空砲外目にあるのがやっぱセオリーなんですよね、配置の。もうちょい回していいですか、もうちょい。さあ、おっと、こういう配置出ましたね。さあ、これ結構いけんじゃないのかな。 OK です、わかりました。でこのですね、こういう配置に関しては、じゃあいきますよ、ちょっとやってみますよ。クイック、ここでいいの、ここでいいの、ここでいいの。まあまあいいだろう、いいだろう。ダメじゃね、これダメ。あ、いや1枚目の仮面はちょっとバルキリーで開けよう。でここでサイドカットしていきます。サイドカットほい、でレイジかけつつでしょ。でレイジかかるんすよこれ。あそっか、エアスイにもかかるのか。レイジをかけさせるっていうのがすごい重要です。で、あそっか、2体いっぺんになっちゃうとレイジがかかんないのか。リーグルが起動する前にまだ全然ですねやっておきたいので、ここら辺をちょっとカットさせつつ、うわ、めっちゃ強いな。めっちゃ強いっすね。で、ちょっとここら辺もカットしつつみたいな感じで、これめっちゃ強いな、やっぱ。で、ゴレ出して、バルキリー出す。バルキリー出すでしょ?で、穴開ける。で、ここジャンプでかける。うい、行ってこい、あとは行ってこい、あとは行ってこい。おらーってやって、おらーってやって、ここら辺で レイジかけて、で、待って、なんかめっちゃスケルトンとか来てる。で、また中心部レイジかける。で、相当ダメージ受けてるんで、ここで、うわ!ちょっと待って、これ。こんなのあり?え?これ単純に強くないですか、これ。待って、これあるぞ。まだ黒く残ってるよ。え、これ全開ない?え、全開?ないな。いや、え?いや、でも全開はないんだ。全開はない。相当削れますよ、これ。え、こんなことある？うっ、いやこれ、そうだって、まだババキンも残ってて、ゴーレ最初に出したゴーレまだ生き残ってますからね。でバルキリーなんかこっちでめっちゃやってくれて、こっちの区画カットしてくれて、うーわ、これは強いぞ。これはちょっと待って、でこれは相当強いぞ。ちょっと待って、クイックタイムプレイヤーが予期しない理由で終了しましたって出てんだけど、これおそらくリプレイが貼られてます。すいません。いや、こんな強いのか。待って、これ、相当パーセント伸ばせる。ババキン最後は伸びねえか?ババキン最後、ちょっとパーセント85ぐらいまでいってくんねえかな。まあ、そこまでパーセント伸ばす必要もないんですが、いや、これはちょっとね、強いので、ちょっと皆さんとね、まあ、共有させていただきましたけども。ババキン最後殴れ。最後、ちょっとパーセントをね、形上めっちゃ伸ばす。お、いったよ、これ。いったよ、これ。さあ残り20秒、どんぐらい伸ばせるのか、パーセント。80、90、90いかねえか、さすがに。さすがに90いかないですね。ババキン、あと壁殴りので、ちょっとこれ戦闘終了いたします。はい、ということで、こちらのリプレイいかがだったでしょうか。リプレイっていうか、まあ私のね、あれですけど。いや、これ本当にね、ちょっとこれ可能性を感じますね。クラン対戦でもこの戦術使っていきたいと思います。ということで、ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録をしていただけると私のモチベーションがぐーっと上がりますので、ぜひとも皆さんチャンネル登録よろしくお願いいたします。